皆さんこんにちは、ブルーマンです。さあ今日もトレバーのプレイ動画を紹介していきたいと思います。で本日チャレンジする台ですけども、こちらのトレバー限定トレタとお友達ゆらゆらパレードクッションマスコット、狙っていきたいと思います。でこれね、12周年の記念景品として今トレバー限定で登場していて、確かねプレイチケットで遊べる台が3つあると思うんですけど、その3つでそれぞれ景品獲得目指していきたいと思います。でまずがこちらの台やっていきたいと思います。この台ねプレイチケットで、遊ぶことができるんですけど、箱型景品で、リングが上にくっついていて横に落とす台ですね、まずやってみたいと思います。結構寄せてみたいと思います。これでギリギリぐらいなんですけども、こんな感じ、もう全く動かなかったので、あ、取ればやってるなと、また動かないのねと思われる方多いかなと思うんですけど、実はねこの景品めちゃくちゃ動くんですよ。で寄せすぎるとね動かないので、次ちょっと寄せを甘くしてやっていきたいと思います。で奥のところを狙っていきます。でさっきよりも寄せてないとどうなるかなんですけど、クッとねこんな感じで動いてくれるんですよ。で結構動いてくれて、これ割と単手数で取れるので、ここから何手で取れるかやっていきたいと思います。今ね期間限定で多分登場してると思うんですけど、この3つある台すべてねプレイチケットで獲得しやすいので、今日はそのあたりを解説していきたいと思います。で寄せは甘めにして、今度は手前側狙っていくとこんな感じで、ぐっとね進んでくれて、あともう多分数手で取れるかなと思うので、ここからは課金してやっていきたいと思います。結構ハイエナ狙いとかもしやすいかなと思ってて、まあ、そもそもこのトレバのねこの景品いらないって方もいるかもしれないんですけども、3つあるんですよね ABC と。で全部コンプリートしていきたいと思います。こんな感じで動くんですよね結構。で手前側狙ったら今度奥狙うみたいな感じで、交互に狙っていくことで一気に、落としていきたいと思います。でここら辺まで来るとね、まあ、寄せとかの問題ではなくてもうちょん押しぐらいでいいかなと思います。ちょん押しぐらいでももうね寄せられなくなるんですけど、これでもね動くんですよこんな感じで。でもあと多分ほぼリーチかなと思うので、最後の一手で取っていきたいと思います。プレイチケットでね遊ぶことができて、割とこういう状態で放置されていることも見かけるので、今結構おすすめなんじゃないかなと思います。まあ、やっぱりね記念景品なのでアムパワー強く設定されてるのかなと思ってて、さあどうでしょう、こんな感じですね。トレタとお友達ゆらゆらパレードクッションマスコットですね。このね3匹なのかな、キャラクターの名前全く知らないんですけども、比較的簡単にプレイチケットとかね探偵数で取ることできて、初期値からでも多分うまくいけば10点以内で取れるんじゃないかなと思うので、この台もおすすめですので、ぜひ、プレイチケット余ってる方でね、プレイしてみてはいかがでしょうか。さあ続いて次の日ですね、この台本当取れやすいので次の台紹介したいと思います。でその前の日にチャレンジしたやつとは違う、今度はこちらやっていきたいと思います。今他の方プレイされてるんですけど、これもね今ほぼ初期位置の状態なんですけど、かなり動くんですよ。なんか下にね球体みたいのがあって、あとはリングがクロスされてる状態なんですけども、ここに引っ掛けるような形で、手前か横に落としていく台ですね。こんな感じで引っ掛かると横にこうつるっとね回転してくれて、ちょっとずつ、どちらかに寄せることができるので、これを繰り返していってサイドの方のところに運んで最後一気にひっくり返すような形ですね。順番回ってきたらやっていこうかなと思います。まあ、プレイチケット3枚あるので、今回もチケットゲット目指していきたいと思います。でこの台はね結構寄せた方がいいかなと思います。まあ、寄せすぎると届かないっていう場合はね最悪なんですけど、ほぼギリギリ結構アーム開くので、これでも多分かかるんじゃないですかね。で前の方やってますけどこんな感じ、横の方にはね割とつるっといくんですよね。で最後ねガムテープみたいなところが側面に貼ってあって、そこを超えるのが、結構ポイントになるんですけど、どうですかね、これもあとリーチなのかな。さあプレイするでしょうか。やめたらねもうここで一気にやりたいなと思ってるんですけど、やってますね。これは取られちゃうかな。で奥ですね。で今これ横向きになるとこのリングねちっちゃい方しかないので、結構慎重にやらなきゃいけないっぽいんですけど、かかるかな、かかってますね。これどうなんだろう、ほとこんな感じか。やっぱここまで来るとね進みが甘くなるのかなと思うので、ちょっとこの辺りからいろいろと試行錯誤して、あやめましたね。はい、こっからやっていきたいと思います。
34個ね獲得済みって流れてるので、これもね比較的取れるんですよ。自分も結構研究済みなんですけど、ここからやっていきたいと思います。チケット3枚ですね。で今回さっきがね確か A だったと思うんですけども、今回が A か、さっきのが C だったかな、やっていきたいと思います。で奥狙っていきます。で斜めになってくれてるのでね、これでどうかっていうところですね。で寄せすぎない方がねいいんですよ。これぐらいがちょうどいいかなと思ってて、引っかかればと思ったんですけど、こんな感じ、まあ、横にはね一気に滑ってくれるので勢いでいきそうなんですけどね、最後なんかガムテープみたいのが貼ってあって、あそこを越えるのが、結構至難の技かなと思うんですけど、いろいろやっていきたいと思います。かなり際のところまで来ているので、まあ、さっきと同じぐらいでやってみようかなと思います。これぐらいの寄せ、もっと寄せることもできるんですけど、あんま寄せすぎるとね、傾いちゃうかなと思うので、これぐらいの、さっきよりちょっとあんま寄せないぐらいにして、で、引っかかってくれれば、アームに引っかかれ。でも向きが良くなりましたね。これで、リングがね、完全に、なんていうかな、横向きになってくれてるので、これ引っかけやすくなったので、これで最後の一手で、思い切りね、吹き飛ばしていきたいと思います。さあ行きましょう。あんまり寄せすぎないような形にして、ちょっと吹っ飛ばすような形狙っていきたいと思います。で奥狙って、どうですかね、これぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思うんですけど、あでも結構寄せすぎたかな。これで吹っ飛んでくれればかかったので、いけ、いきました。最後ね持ち上がるんすよね、あんな感じで。で獲得画面出なかったですけど、こんな感じで獲得することができるので、これもねうまくいけば多分10点以内で取れるんじゃないかなとは思うので、もしね興味ある方やってみていただければと思います。取れたと友達ゆらゆらマスコットの A ですね。 A は何だろう、なんてキャラクターなんだろう、全く分かんないですけども、こちら獲得することができました。でこれ2日連続で取れたんですけども、最後ねあと1個もう1度もう1個ね台があるんですよ。でちょっとそれ見ていただきたいなと思うんですけども、この画面でですね戻ってくれて、もう一個ね景品の台あるんですよね。でもう一個の台がどんな設定かっていうと、これね、よくあるピローケースの手前落としの台なんですけど、これがね多分一番レベル高い、難しいんじゃないかなと思ってるので、これ次の日チャレンジしていきたいと思います。これでね次3つコンプリートすることができればいいなと思ったんですけど、こんな感じ今放置されてるんですが、ここまで来てるのでこれやっていきたいと思います。でチケットね1枚しかないんですけど、なんとかね課金交えてやっていこうかなと思います。で次が B ですね、タイガかな。でこれで多分コンプリートするかなと思うのでやっていきたいと思います。で割とねここまでは進むんですよ、結構探偵数で手前側を持ち上げていけばねアームパワー強いので進むんですけど、こっからね沼りやすいなっていうのが他の方とか見てて思ったんですけど、ここからやっていきたいと思います。こんな感じね持ち上がって振動でちょっと進むんですけど、この辺りからねあんまりね手前持ち上げてもあんま進まなくなるので難しいなと思ったんですけど、もうねこれ後ろ狙った方がいいです、ここまで来ると。で次ねポイント1個余ってるので後ろ狙っていきます。手前だとねもうここからなかなか進まないですね。で後ろここが最大のね移動になるんですけど、この辺りまで来ればどこかなと思ったんですけど、ひっくり返せますなのでこれがおすすめかなと思います。ずっと手前狙ってもね進まなくなっちゃうので、あそこら辺まで来ればもう一気にねひっくり返すことができるので、こんな感じで狙ってください。これもねうまくいけば多分10点以内で取れるかなと思うので、うまくハイエナ狙いとかね放置台、結構あるので、狙ってみてはいかがでしょうかということで、今回は、こちらのね取れば12周年限定のグッズの獲得動画3つ紹介させていただきました。どれもね結構ね取れるような設定にしてくれているので、今チャンスかなと思いますので、プレイチケットでも遊ぶことできるので、ぜひチャレンジしてみてください。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。